こんにちは、ヨシネさん。南の帝王ね、全巻持っているんですけども、それでも YouTube にアップロードされたら、やっぱり見てしまうんですよね。やっぱ相当好きなんですよね、私もね、ヨシネさんもね。えー、ということでね、今回は、万田銀次郎さんの本当にかわいそうな、あ気の毒な言葉ということで、ちょっとお話ししていきたいと思いますけども、あの、万田銀次郎さんはね、すごく厳しい取り立てで、まあ、有名なんですけども、でも、厳しい取り立てがあるのを前提としてね、それを承知でお金を借りてる人がいるわけなんですよ。そして、 マンダさんお願いします。絶対に迷惑かけることありません」とか言っといてね。で結局返せなくなって「マンダさんすんまへん」とか言うじゃないですか。「どんなことか」って申し払いしますみたいなこと言うんですけども10日に1割これどないしてくれるんやみたいな感じでね言うんですよね。で、えー、マグロ漁船に乗るかみたいなこと言ったら「マンダさんそれは殺生や」ね、うん。あまりにもかわいそうやないかってこと言ったら「何がかわいそうなんや」って。金を貸して返してもらえん方のがよっぽどかわいそうやっていうね。あの当たり前のこと言うんですけども妙にここがね私のツボなんですよ。 そうなんですよ。お金をね取り立てる方がひどい人に見えますけども違うんですよねあのお金貸して返してもら,い人、ま、もらえない人の方が随分とかわいそうだと私は思うんですけどねここはどうですかねで万田銀次郎さんっていうのは本当にお金貸す時は神様扱い返してって言ったら悪魔鬼のように言われるみたいな感じでね、うん、どっちが悪いのかっていうとどちらかというと、うん、万田銀次郎さんの方が正しいことを最初から最後まで貫き通してるような気がするんですけどね何なんでしょうねこれはねうん。 それでね、何、あのー、て言いますかね、えー、結局追い込んで追い込んで切り取ったあところに真田銀次郎さんがにやみを聞かした時にねじゃあ娘ソープに言ってもらおうか辛い思いしてもらおうかって言ったらそしたらあれですよね、あのー、山本太郎さんたる弟子がね「兄貴なんとかなりませんほんまにこれでいいんですかね?」とか言ってねそれで将校みたいなね秘書みたいなのが探偵が「銀次郎さんなんとかならんのなんとかならへんの?」 これじゃあ,あんまりやわ、とかか言ってからね。結局万田銀次郎も「しゃあないな」とか言ってからね人肌脱ぐみたいなね人情者なんですよねだから万田銀次郎さんはやっぱり弱者の気持ちを分かっているんだけどもでも弱者が故に責任の持てないようなお金を借りて結局返せないでしょとそれはちゃんと筋通しますよと、うん、いうことなんですよねそれは映画を見てひしひしと伝わるんですけども本当にいろんな事情でね人っていうのは借りたお金を返すつもりで返せなくなっちゃうんですよ うん、あそこはね、何とも言えないところなんですけどもね。うん、まあでもね、あの、まんだきじさんは一番悪いやつをやっつけてくれて、物語のラストはスッキリですよね。悪いやつが結局お金を全部、あの、他の人の分まで払う羽目になって、毎度みたいな感じで終わるんですよね。で、最後エピローグで、あの、まあいつでも金に困ったらうちに金サイヤーって言ったん、ね、いや、もうコリコリですわとか言ってからね。 <laughs> <laughs> そんな感じで終わっていくという本当にほのぼのと温かいドラマですだから萬田銀次郎「南の帝王好きですね続演がもっともっと出ればいいんですけどねうん「新」「新」「南の帝王あのジュニアさんのやってるあれも面白かったですけどね、うん、いやー続演出ないかなと思うばかりですまあリアル続演はちょっと勘弁していただきたいんですけどねはい、えー、お金を借りると怖い目に遭うっていうこともあるしうん 全てのの、ね、私たちち活動は、お金を無視しちゃダメですよ。もっと言えばですねお金の問題なんて一番最初にクリアしてそれから社会に臨んでいくべきだと思うんですけどね、うん、じゃあ本は以上です